皆さん、こんにちは、こんばんは。このチャンネル、長尾仮面です。マサムネだ、オリカだ。さあ、早速やりましょう、メインバトル。今日はこのビクトリーバルキリー、出たシンバルキリー、10本勝負。お、シンバルキリーで10連続バーストを狙うっていうことですよね。全部バーストさせます。マスターブレーダー堀川がその超強いシンバルキリーを使って10連続バーストできなかったら僕の勝ちですね。そうだね、わかりました。今日もう絶対勝つけど、僕はね、1体目まずこのイビルアイ使いたいと思います。レアランブー2のレアじゃないですか。レアベイじゃないですか。このイビルアイでもう1発目からバーストを阻止します。いきます、いくぞ。3、2、1、ゴー。シュート、あ、いいシュート、いった、これ、あ、来た。あ、当たれ、よし。いや、こっからね、よし、こっからビクトリーバルキリーいける。勝った、来い、来い、おーい、バーストした、バーストいっしゃー。まあまあまあ、まだ1本目なんでね、1本目なんで、いや、余裕でしょ、このままいけるでしょう。はい、僕は最強の攻撃ベイ、はい、エクスカリバーで挑みたいと思います。ここでビクトリーバルキリーでバーストさせます。よし、よし、行くぞ。バーストするのそっちじゃないですか。いやいや、もう余裕でしょ、これ。3、2、1、ゴー。いった、勝ったぞ、勝ったぞ。いい動き、いい動き。これはなかなか当たらない。これは勝った。いける、これは勝った。いや、これは勝ったけど、なかなかぶつからない戦いだけど、こっからビクトリーバルキリーならいける。よいしょ、いけ、よいしょ、よっ、うわー、エクスカリバーサイボー、俺のエクスカリバーが。いやー、ビクトリーバルキリー強えー。はい、じゃあ僕はこのオーディン使いたいと思います。オーディン、アタックタイプ、はい、ビクトリーバルキリーでバーストさせます。無理ですよ、きっと。いやー、オーディン相当ね、強いからね。逆にバーストされるのがね、その可能性もね、正直ある。あ、なるほど。けど、バーストしちゃう。いきましょう、じゃあ。いきましょう。3、2、1、ゴー。いった、おー、きたー。一瞬早くバーストさせた。負けた。今のはでも、絶対ビクトリーバルキリーですね。接戦だったね、今。接戦だったけど、ギリギリ今3本目。ギリギリ3本目制しました。やばい、これマジで10連続やられるかも。いや、でも実際強えな、オーディンも。10連続やられる可能性ある。じゃあ僕は4体目このラグナルクで勝負を挑みたいと思います。これまあスタミナタイプだから、これは相性いいから。あ、本当ですか、ね、うん、いきますよ。3、2、1、ゴー。あ、勝った。おー、バルキリー、やべー、4連続はやばい。いやー、来てるぞ、来てるぞ。いや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 、4連続はやばい。じゃあ5体目いきましょう。ケルベウス、あ、ディフェンスタイプ使います。これはアタックタイプ、非常に不利。これはできないでしょ、バースト。いや、それでもバーストしちゃう。これラッシュシュートによって、あ、打てるんですか、ラッシュシュート。打てますよ。バルトだけだと思った。いや、もうね、それもう俺が教えたみたいなとこあるから。あ、バルトにですか。そう、あ、いや、そう、微妙な反応しない。よし、行こう。行きますよ、まあ、見てもらえば分かるから。行きますよ。3、2、1、ゴー。勝った。ラッシュシュート、こっから行くぜ。あ、来た、来た。うわー、やべー、マジや。ラッシュシュート、この人すげー、この人すげー。俺がバルトに教えた、この人すげー、俺のケルベウスが。じゃあ6体目お、そろそろ笑えないんで、デッサイザーで挑みますよ、僕。いや、非常に人気種だからね、これね。デッサイザーならいけるでしょう。いや、もう余裕だね。マジか、全然こうビクトリーバルキリーなら全然いけますよ。いや、ちょっと正直不安になってるんですよね。いや、でもいける、デッサイザーならいける。いや、その不安はね、本当になっちゃうと思う。あ、本当っすか、うん、いきましょう。3、2、1、ゴー。いった、お、強くぶつかった。あ、でもよし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 、な、嘘だ、さっきのいける、あ、いける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 、よしよし、お、追いつけ、お、やばいやばい、お、いいよ、長岡面シュート力強いね、いいよ、デッサイザー。ただこの3倍の刃でぶつかられたらもう最後。おー、バーストフィニッシャー。ちょっとタイミングバッチリ、強すぎビクトリーバルキリー。きたー。じゃあ7戦目、お、僕はホルスード、お、そろそろ連敗ストップしないと。いや、でもね、これスタミナタイプだから、これこっち相当有利です。いや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 、もうここまで来るタイプは関係ない、関係ないね。よし、男と男のプライドのぶつかり、間違いない。そして今完全に勝とうとしている。絶対負けへん、そろそろマジで。いや、ベイで勝とう、ベイで。10連続バーストなんでね、男の恥っすよ。いや、そうだね。3、2、1、ゴー。はい、勝った、来た来た来た、勝った、あ、やべー、勝った、勝った。いや、でもこれは大丈夫、こっから粘れ、粘れホルスード、粘れホルスード、こっから落ちてくる、大丈夫大丈夫、粘れホルスード。うわ、なかなか当たらないけど、当たらなくていい、もうビクトリーバルキリーだな。当たらなくていい、ずっと当たらなくていい。バリアブルドライバーでー、あの力でガッツリきました。うえー、何それ、おっしゃー、俺のホルスードはラバー軸強、マジか、やばい、あと3体しかない。どうしよう、残るは僕3体、ワイバーン、スプリガン、
バルキリー、この3体で。いや強いの揃ってるね。ちょっとね、なんとか、なんとかバーストを阻止したい。ワイバーンでいきたいと思います。ディフェンスタイプで。まずは。あの、いなしの達人。これで ね、まず連敗ストップしたいと思います。3、2、1、ゴー、シュッ。うわ、マジかよ。ワイバーンさえいなしきれない、このパワー。瞬殺。強すぎ。いけるんじゃないかな、これ。バルキリーは最後に置いておいて、宙の魂を僕が受け継いで、これバランスタイプ来ましたね。スプリガンで、ぶっ潰してやると思います。よし、行こう。いや、ここだね。鬼門だね、ここね。シュシュシュ。僕は天才宙、天才宙。お、クレナイさんですか。この竜取りました、完全に。勝負だ。行きましょう。3、2、1、ゴー、シュ。勝ったでしょう。うわ、当たらない。頑張れ、やばい、当たらない。頑張れ、すげえ。避けてる。あ、しかも持久モードに。お、ビビんな、ビビんな。やばい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 。やばい。行け。よしよしよし。バルキリー、バルキリー。やったー。ここでー。やりました。スプリガン最高。ありがとうシュ。なんとか。くそ、やられたー。なんとか10連続バースを阻止しました。8でしたね、記録。なるほど。いや、えげつないですけどね、それでも。いやー、やられたな。でもまあこのぐらいバースト力ありますよ、皆さん。確かに。じゃあもうせっかくなんで、ね、最後新旧対決バルキリーやりましょう。最後優秀の美を。なるほど、バーストで優秀の美を叩きましょう。これは男と男のプライドの対決ですよ。お互いだから。いきます。3、2、1、ゴー、シュ。いけ。いいでしょう。おーい。あー、バーストフィニッシュ、イエーイ。いやー、やっぱりシンバル強い。いやー、めっちゃ強い。これビクトリー強い。ビクトリー悔しい。気持ちいい、これ。まあでもね、結局10戦やって9回バーストされたわけですから。いや、これ相当きたね。いやー、このビクトリーバルキリーですから、ね、バースト力、この3枚の歯のバースト力、これもう認めざるを得ない、ね、これ伝わったんじゃないですかね。こちら発売日はちなみにいつですか。4月2日でございます。なるほど。もう4月2日僕速攻買いに行くんで、これね、僕も買いに行きますよ。走っていきます、走って。これもうみんなゲットしてください。そうですね、みんなもぜひゲットしてください、はい。では皆さん、さようなら。バイバーイ。